はい、こんにちは、リコ職所です。元理学療法士のあさとです。はい、今回もまたキッシーにいろいろ聞いていきたいんだけども、はい、キッシー今あの整体で起業してるじゃないですか。はい、でその前は、クリニックで働いてたんだよね。はい、でその時に怒られたこととかってなんか、エピソードがあれば、思いつく限り教えてください。めちゃくちゃあるよ。結構怒られる側なんだね。俺怒られる側なんだよ ね、 そうなんだね。どこでも怒られる側だね。そうなんだ、うん、なんか想像つかないかも。いや怒られる側なんだよね、本当に。うん、バイト時代から怒られる側だったし、うん、まあ、学生時代からそうだね。怒られやすい、いじられキャラみたいな。言われやすいキャラ。安いのか。うん。てか多分この言われやすいキャラなのは、うん、割と温厚なタイプで、うん、ミスが多い。なるほど。っていうところだと思うんだよね。これ何で怒られたかだよね、うん。いっぱいあるんだけどね。ちょっと時系列で思い出していっていい？いいよ。最初に怒られたのは担当交代がめちゃめちゃ続出したんで、このチャンネルで何か話したかもしれないけど、患者さんからね。そう、最初の頃。なんかあのさ、結果の出せる整形外科とかで、うん、あの膝が痛くても全身見るみたいな、あるね、やってて、やりすぎて本当に幹部を見ずに全部こう座圧中心とか姿勢とかを見てやってて、はいはいはい、膝を見てくれないみたいな。いやそうだよ、患者さんからじゃなくて膝痛くて来てるのにさ、ずっとなんか肩とか触れたら、そう、膝痛いんですけどってなるよね。うん、なんかそれが結構4月5月とか、うんうん、あの結構早いだよね。そう、あと その時になんかね、あの福井先生に会いに見学させてもらいに行ったりとかして、うん、皮膚運動学とかやってて、うん、さ皮膚運動学とかやりまくってたのよ。うん、患者さんからしたら意味わかんないじゃん。そこ説明もうまくないのに入ったばっかりで、なんかいきなり皮膚さわさわで始まってさ、もう意味わかんないじゃん。うんうんうん、っていうのでなんか担当交代結構 4,5 人もっとかな。そうなんだ。一気に出て、うんうん、やばいなと思う。やばいなって思ったっていうよりはやばいなとも思ってたけど怒られたよね普通に。でもっと幹部を見ろって、うん、患者さんの気持ちになれな、ね、そうだね、いきなりそんなことやるよりまず病態をちゃんと勉強しろと、うんうんうん、って言ってなんかあの膝の病態の本とサッとさせて、うん、これをまず見なさいって言って、まっとうなことは怒られてるよね。でちゃんと病態を見るようになった、うん、病態を見ろっていうことを怒られた。あとまた患者さんはお前の実験材料じゃないんだよ、まあ、そういうつもりはなかったんだけどよくしようと思って真剣にやってたんだけど、うんうん、うまくいかなかったね。まあでも先輩のっていうことは間違いないだろうね。そうだね。実際患者さんからもクレーム来ちゃってるからさ。そう、それはもうね。そう、あれが、一番最初に怒られたエピソード、うん、で次が入職してすぐ皮膚運動学とかさやるぐらいだからさ結構さ勉強はしてたわけ。確かに。どうやってしてたかっていうと、家がさ当時八王子にあったんだけど、うん、病院もう本棚にめちゃくちゃ本がいっぱいあって、うんうん、楽しくなっちゃって引っ越してきたのよ。もう近くに病院の近くに。あ、次時間がもったいないからか。 そしたらさもう無限に残れるようになったから。そうだね。だから先輩たちがみんな帰っても残ってみよう、本読んでていいっすかみたいな感じになって。あ、めちゃめちゃ臨床ハマってたんだね。ハマってて、っていうかハマっててっていうかよくなんなすぎてやらされなかったんだよね。あ、で同期も一人もいなかったから、みんな電車で帰ってる人とか多かったから、うんうん、近所に住んでる人はそんなにいなかったから戸締まりして帰るんでって言ってセコムの等鍵、うんうん、で管理係になってたんだけど、3回連続で鍵かけるの忘れて帰ってて、で朝受付の人が入ったら鍵閉まってなくて開いてみたいな。でそれでリハカの課長に報告があって、まあ、1回目は気をつけてねみたいな、うん、で2回目は2回目間をちゃんとやってねみたいな。3回やったらぶち切れられて、もうお前鍵返せって言われて。いやそれはめちゃめちゃぶち切れられて、うん、でもまあなんか反省文かなんか書いて、でもガチやん。あ、そうガチだよ。ガチで切れられて、そっからしばらくはなかったと思うんだけど、またちょっと鍵を管理するようになって、うん、鍵を閉めてセコもやったつもりで帰ったんだよ、うん、で朝来て、朝も俺なんか朝やろうと思って、その時なんかすげえ早く来たの朝、5時とか6時とかに、うんうん、で鍵開けて入ったらセコム発動して、入る時にセコムピッてやったから、多分セコムがそこで発動しちゃったんだよね、うんうんうん、結構臨床的なところでなんかもはやどうでもいいところでだいぶ失敗しちゃってたの。あ、そう、それは特にそういうのが多いね。2年目になって、うん、中途でなんか俺の後にこう同級生のやつとかが入ってきたりとかして、うん、お土産食べちゃった事件っていうのがあって、なんかさ、お土産ってさ、クリニックあるだけでめちゃめちゃいっぱい置かれてるじゃん。同期が学会かなんかで、あの他県に行って、うん、帰ってきた時にお土産を買ってきたわけ、うん、で買ってきたんだけど、俺とそのもう一人仲良かった同級生のやつでお菓子3分の1ぐらい食べたのよ。食いすぎでしょ。人数分かなんかあったみたいなんだけど、で1人で4つとか5つぐらい食べてで、なくなってて、まだ食べてないのになくなってるみたいな感じになって、課長にぶち切れられて、いや、これなんでお前ら2人で食べてるのって言われて、うん、しょうがないからなんか、あのこれじゃあ分かった、もう同じお菓子買えばいいんだと思って、Amazon で調べて同じお菓子を買おうと思ったんだけど、うん、いや、そういうことじゃねえってなりそうだなと思って。確かに、そうだね。それはそれで買ったらまたなんか言われたと思う。何の反応じゃないんだけど、なんか同じように食べててもうまく逃げ切ってる人いるじゃん。でそっち側に絶対行けなかったこれ。見つかっちゃうタイプだな。絶対にそっち側に行けずに、一番最初に怒られるタイプなんだよね。なんか、なんだろうねこれ。あとあれだね、カルテを書き忘れちゃうっていう。次の機会書けばいいんじゃないの。その前に院長に気づかれるっていう。たまにチェックする時があるみたいで、うん、その時に書いてなくて、で何回やってんのみたいな、
でもさ、これもなんか分かんないんだけど、その何回も怒られたらさ、ちゃんとやろうって思うじゃん。そうだね。で、見てるはずなんだけど、入ってないんだよね。誰が消したんじゃない？俺のこと嫌いなやつが消してんじゃないかなと思って。書いたやつを。うん。これは思うのは、空気が読めるんだよ、すごい。うん。で、委員長とか課長とかになると、もうすごいペコペコしちゃうんだよね。うん。これがさ、結構画が強かったりすると、いや、俺画が強いと思うんだけど、その、画が強いのを表にバンバン出していくタイプいいじゃん、うん、って言われないんだよね、自信満々だから。ああ。なんか多少あってもう言いづらいじゃん。うん。だからすごいもう、その自信満々な振る舞いができるかどうかって結構でかいと思ってて。ああ、なるほどね。俺はなんかその、ね、空気を読んじゃうんだよね、すごい。うん、ここで言い返したりとかすると、空気壊すな、みたいな。なんか自分なんかがな、みたいに思って言わないと。でもそれでも言う人もいるじゃん、うん、言う人って次から言われづらいじゃん、うんうん、あ、なんかこいつは反論してくるなとか思うと、うんうん、あと言っても無駄だなって思ったりする、うん、なんかピッシュいじめられてたタイプな学生じゃん、いじられキャラだね、いじめられてはないのか、いじめっていうとそう殴られたりとかはしてないけど、でいじられても別に反論せずに、うん、はーって笑ってる感じか、そうそうそう、いや本当にそう、でも本当内心はめちゃめちゃ嫌なんだけど、うん、当時その中学高校とかはそういう感じで、うん、だけどなんか空気壊したくないから作り笑いして楽しそうに振る舞うみたいな、うん、が学生時代、うん、で大人になってくるとなんかでも当時学生時代は自信がないわけ自分に、うん、自信がないからなんかまあしょうがないなっていうか俺ってこんなもんだよなみたいな感じだったわけ、うんうん、でもなんか社会人になってからやっぱ仕事を本気でやり始めたの、うん、で本気でやってるから結構自分も自信があってこれに関しては、うん、だからなんかそういう風に言われるとはってなるじゃん、うん、でも別にそれを表に出したら空気壊れるなって思うから、うん、こいつはいつか絶対ぶっ倒すと思って、だからぶっ倒すリスク作ってるじゃないですか、そう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 、そういう反骨心がめちゃめちゃあるんで、これは就職してからだね、なんかその、うん、やっぱ努力してないと言われてもしょうがないというか、なんだろう、自分なんて自己肯定感低いんだけど、うんうんうん、やっぱもう本気でやってたから、最初のもう理学療法士になってから、うん、これ以上できないってくらい本気でやってたわけ、なるほどね、だからもう言われたらムカつくんだよね、うん、こんなにやってんのお前その程度で何言ってんだよってなるから、うんうん、やっぱ言われやすいかなっていうんで、うん、明らかにこっちが正しいことやってると思ってたりとか、うん、まあ 50-50 の言い分があったりする時もこの立場の弱さというか気が弱いみたいな、空気を読む習性をついて上からこっちは正しいみたいに言ってくるやつはもう絶対こいつはいつか実力でぶっ倒してやろうと思って、なるほどね、で起業して稼いでちゃんと社会にインパクトのあることをさやっていけばさ、うん、世の中が認めてくれるじゃん、うんうんうん、そうすれば理不尽なこと言ってきたやつらを倒せるなと思って、結構だから怒られてるよ俺すごい、そうなんだ、うん、だからやっぱ独立しようと思ったっていう、あでも、ね、今言った話はなんか分かりやすい自分が悪い話だけど、うん、なんかっていうよりはなんか自分がこれが正しいと思ってもさやっぱそれじゃないんだよっていう、うんうんうん、上司とかがさこうって言ったらさそうしないといけないじゃん、うん、それ結構きついんだよね、うんうん、宮島くんもそう言うじゃん、そうだね、それが結構きついタイプはやっぱ起業した方がいいと思うね、なるほどね、という今回は岸のちょっとこう過去クリニック時代に怒られたエピソードについて聞いてきました、はい、今回の動画なんか面白かったなって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いしま す、皆さんのエピソードもなんかあればぜひ下のコメントで教えてください、します、ではまた次の動画でお会いしましょう、今うちの会社でメインでやってる事業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています、特にピラティススタジオの方はこれから100店舗目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます、海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください、具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います、海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます、まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。